神宮球場には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガースの18回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日でこの連敗から脱出したいという思いがあるでしょうね。まあもちろんそうですよね。何が何でも勝ちたいというそういう思いでしょう。そのあたりの気持ちがこのゲームにどう出てくるんでしょうか。まずはスワローズの先発ブキャナンが神宮球場のマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか。とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。外への変化球は決まりません。打ちました。これはどうか。ボールを拾って、これで9試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。さあ1塁に先制のランナーを許しています。バッターは糸原。まあ彼はバンドがうまいですから送ってもいいでしょうね。なるほど、そうですか。これが1球目、はい、里崎さん、バントを阻止するようなリードというのはあるんでしょうか。そうですね、胸元えぐるような球行きたいですね。なるほど。まあ走ってくるなら早いカウントだと思いますけど、来ませんよね。はい、ここもランナーは動きませんでした。次が3球目。外れましたか。いいボールでしたけどね。外の変化球わずかに外れました。一塁牽制セーフ。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。ここは盗塁を許しません。これはキャッチャーの肩に軍配が上がりましたね。このアウトは大きいですね。先制のランナーでしたからね。キャッチャーの送球が早かったですよね。はい、そうですね。打ちました。サードゴロです。取った。一塁送球アウト。2アウト。打順は3番糸井。今シーズンここまでホームランは12本。2アウトランナーありません。マウンド上のピッチャーはブキャナン、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。初球打ち、山田が掴んで3アウトです。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。1回の裏、これからスワローズの攻撃が始まります。スワローズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますタイガースはご覧のような守備陣です。タイガースマウンドに上がるのは先発の西。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。バッターは坂口。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。インサイドファールボールです。改めてお聞きします、バッターボックスの坂口、どういったタイプのバッターでしょうか。ランナーになると非常に厄介ですから、とにかく出塁させたくないバッターですね。そうですか。外外れてボール。バットに当たりません。三振。ワンアウトです。バッターは2番に入っている田代。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーは西。ここまで13勝をマークしています。防御率も現在リーグトップです。
里崎さん、それにしてもよく抑えてますよね。まあ防御率がね物語ってますよね。ここまではいい内容だと思いますね。ええ、非常に好調な様子がうかがえます。一塁牽制、一塁はセーフ。まずはインコース、低めで打ち損じを狙いたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。打ちました。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。センター掴んでツーアウト。バッターボックスは4番バレンティン。昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。ツーアウトになっています。最近3連敗とこのところ勝ち星から遠ざかっているスワローズですが、まずはこの不振からどうやって抜け出すかということが課題です。初球空振りです。まあ、ピッチャー牽制がうまいですからランナーはやりにくいでしょうね。ああそうですね。いいまっすぐですね。アウトコースのストレート、力があります。ノーボールツーストライク。打ちました。これはどうだ。ショートの横抜けた。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。スワローズ1点を先制しました。1対0。スワローズなおもチャンスです。非常に速い打球でした。見事タイムリーを放っています。立ち上がりを攻め先制点を奪いました。さあそして打席には雄平が入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。点は取れるときにどんどん取るべきですから逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。これが初球。これではバットが出ません。ストライクです。バッターボックスの雄平、今シーズン得点圏での打率は打ち上げてしまった。糸原が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回スワローズ先手を取りました。1回終わって1対0、スワローズ先制です。2回表に入ります。追いかけるタイガースの攻撃。バッターボックスには4番大山。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。そうですよね。今迷いなくバットを振れてる感じがしますね。ああなるほど。さあ今日も期待しましょう。さてスワローズの先発はブキャナン。ここまで17試合に登板して6勝5敗という成績。インサイド落ちました。これはどうか。アウト、ワンアウトです。バッターは5番ナバーロ。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。変化球タイミング合いません。あっという間にツーストライクです。高めに外れます。さあ4球目は何か。外れましたけどいいボールでしたね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。低め、3ボール2ストライクです。変化球空振り。バッターボックス中谷、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ツーアウトランナーありません。初球ボール。2球目打ちました。ヒットになった。これで4試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。バッターは7番に入っている梅野。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ヒットでランナーを1塁に置いています。
いきなり牽制、セーフ。一塁牽制、一塁はセーフ。初球ボール。2球目は何で来るか。この球は外れています。ボール先行です。3球目は何で来るか。外に決まりました。次が4球目、打ちました。太田、2塁を送ります。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。1対0、スワローズが1点差を守っています。ゲームはこれから2回の裏に入ります。スワローズの攻撃、バッターは6番村上。今シーズンここまでホームランは23本。スワローズ1点リードで迎える2回の攻撃です。アウトコース見送ってストライクです。入りました。ノーボール2ストライクです。これが3球目。インローボール、引っ張った。糸原、アウト。ワンアウト。バッターは7番に入っている中村。2試合当たりが出ていません。まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ初球は何か。初球は際どいところに来ました。ストライクです。いい当たり、ショートうまくさばいて2アウトになりました。打順は8番太田。2アウトランナーありません。初球ボール、空振り。さあ3球目は何か。アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライクと追い込みました。三振になります。スリーアウトチェンジ。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。2回終わって1対0、1点リードはスワローズです。小宮山さん、今日は先発もしっかりゲームを作ってるわけなんですが、いいピッチャーの条件とはズバリ何でしょうか。どうでしょうね、監督の考えてる通りにアウトを取ってくれるってことですかね。まあ、先発だったら長いイニングをとにかく投げるっていうことが重要になってくるので、まあ、それでいて点を取られなければ。初球打ち、山田抑えてワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の西が打席に入ります。ピッチャーの打席ですけど雑にならないようにしたいですね。そうですね。初球ボール、これが2球目。高めいっぱいに決まります。高め打ちました。これはどうだ、センターに抜ける。同点のランナーを出してしまいました。ワンアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って近本。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ヒットでランナーを一塁に置いています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。次はしっかりと厳しいところにコントロールしていきたいですよね。なるほど。さあ何を選択してくるか。バットは動きません。よく見ています。打
ここもファウルです。これもファウル。粘ります。ツーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振でツーアウトとなっています。バッターボックス糸原、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナー一塁です。打ちました。山田一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。1対0スワローズが1点差を守っています。先発のブキャナンがバッターボックスに入ります。まあ当然ですけど出塁しようという意識で打席に入ってほしいですよね。そうですね。アウトコースストレートが決まっています。インコース決まった。ノーボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター坂口、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。まっすぐできました。あっという間にツーストライクです。アウトコース打ちました。取った、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打順は2番田代。まあ、前の打席はカットボールをうまく打たれましたから今度はその使い方は要注意ですね。引っ張った、セカンド取った、一塁送球はどうか。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。バッターボックス山田、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いやアウトにはなりましたけどいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。ファーストランヒットエンドラン、これはショートライナー。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。3回終了1対0スワローズが1点をリードしています。回は4回の表、タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは糸井、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。スワローズ1点リードで迎える4回です。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。低め落ちるボール決まりました。ファウルになります。高めのボール、さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、ライト掴んでワンアウト。バッターは4番大山、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。さあ2球目は何か。2球目決まっています。打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入れば同点、入った、ホームラン、同点のソロホームランです。タイガース、スワローズここで同点に追いつかれる一発を浴びてしまいました。スワローズ追いつかれました、1対1。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。ここで追いつかれました、同点です。バッターボックスは5番ナバーロ。スワローズこの回同点を許しています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー1塁となりました。
うまく持っていきました。非常に速い打球でした。まあ完璧に捉えられてますからね。打順は6番中谷。先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。取った。二塁へ。二塁アウト。7番バッター梅野。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。タイガースこの回同点となるホームランが出ています。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。なるほど。さあ打ちました。これで3試合連続安打。ツーアウト二塁一塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。まあいいコースには行ってるんですけどね。さあそしてバッターボックスには木浪が入ります。さあ勝ち越しは防ぎたい場面です。まあこういった局面での攻防が後の展開に響いてきますからピシャッといきたいですね。なるほど。そうですね。際どいコース見送っています。バッターの木浪今シーズンの得点圏打率は4割3分7厘となっています。次が3球目。落ちるボールに手が出ました。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。アウトコース。これは見送ってボールです。次が5球目。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたがここで食い止めました。ご覧いただきましょう。最後は三振で勝ち越しは許しませんでした。まあそうですね。とりあえずですけれどもまあなんとかといったような感じですかね。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。1対1タイガース同点に追いつきました。今画面に出ているのが先ほどの配球です。アウトコース決まってストライク。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど。さあどう来るか。打ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックス雄平。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。西まずは先頭バッターを打ち取っています。打った。伸びていく。どうだ。入れば勝ち越し。ライト見送った。勝ち越しのホームランです。スワローズ試合の流れをぐっと引き寄せる一発となりました。初球でした。前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。鮮やかなホームランを見せてくれました。この回1点リードに変わります。今のバッティングご覧いただきましょう。しっかり振り抜けてましたし距離も完璧でしたね。ゲームは中盤です。まだイニングは残っています。さあリードを開いていけるんでしょうか。バッターボックスには6番村上。スワローズホームランで勝ち越しています。打線が頑張った後ですから小宮山さんここは抑えたかったですよね。もうちょっと何か対応できたと思いますけどね。そうですね。一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。ファウルになります。3球目打ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックスは7番中村。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。空振り。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。高いバウンド。ナバーロ一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回スワローズ貴重な得点が入りました。4回終わって2対1スワローズが1点リードと変わっています。小宮山さん追われる展開となっているわけですがこのぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんなんですか。いやもうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。次が2球目。2
2球目打ちました。ショートうまくさばいてアウト、ワンアウトです。打順はトップに帰って近本、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはスワローズがブキャナン、そしてタイガースが西、この2人の投げ合いとなっています。アウト、ツーアウト。バッターボックスには2番糸原、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。打ちました、これはどうか、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。糸原ヒットが出ます。ツーアウトランナー二塁。ご覧いただきましょう、非常に速い打球でした。まあ完璧に捉えられてますからね。さあスワローズ同点のランナーを背負った場面です。まあこういった場面をしっかりゼロで切り抜けられるかが重要ですからね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上のブキャナン、このピンチをどう切り抜けてくるのか。最初は変化球できました、ボールになります。バッターボックスの糸井、今シーズン得点圏での打率は4割。低めのボール打っていった、高い打球掴んでスリーアウト。追いつくことはできませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。同点のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対1、スワローズが1点差を守っています。5回の裏スワローズの攻撃、打順は8番太田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。スワローズ1点リードで迎える5回の攻撃です。2球目打ちました、ライトが取りました、ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発のブキャナンがバッターボックスです。まあ当然なんですが、ピッチャーでも塁に出るんだという気持ちで打席に立たないといけませんね。そうですね。外のボール、ノーボールツーストライクです。打ちました、ショート取った、ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります、バッター坂口、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。さてこのとインサイド落ちました、取りました、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回スワローズ三者凡退です。5回終わって2対1、1点リードはスワローズです。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏ツーアウトで一塁にランナーを置いて迎えるは4番バレンティン、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。スワローズ先制します。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。初球ストライク、2球目は何で来るか、引っ張った、サード取った、一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。バッターは5番ナバーロ。さっきはカットボールを打たれたんでね、ここはその使い方ですよね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返されてしまいました。
6番バッター中谷、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました太田、二塁そのまま入ってフォースアウト。バッターボックス梅野、前の打席はしっかり捉えてましたからね。ええ、まあタイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。打ちました取った、そのまま入って二塁フォースアウト、スリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。2対1、スワローズが1点差を守っています。バッターは2番田代、まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方に注意したいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。インコース詰まりました、取ってワンアウトです。バッターは3番山田、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。いや、アウトになりましたがいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。なるほど、そうですね。まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目打ちました、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。打席には5番バッターバレンティン、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。この回のスワローズ打線ですがたった3球でツーアウトになっています。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。3球目は何で来るか、打ちました、セカンドが取る、一塁アウト、スリーアウトです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。6回終わって2対1、1点リードはスワローズです。里崎さん、ここまで熱闘力投が続いているんですがベンチもリリーフは考えているんでしょうか。まあそうですね、ここまでインコース詰まりました、ブキャナンが抑えています。ワンアウト。次はピッチャーの打順ですが先発の西が打席に入ります。まあ試合を作って好投してますからやはり続投でしょうね。そうですね。インコース決めてきた、ノーボールツーストライク、これが3球目。低め見送っています。ボールになります。平行カウント、打ちました、セカンド取る、アウト、ツーアウト。打順はトップに帰って近本、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました、これが2球目。低め落ちるボール決まりました。ファウルになります。低めはボール、バットに当たりません。三振、スリーアウトチェンジ。反撃したいタイガースでしたがここは三者凡退に終わっています。2対1、スワローズが1点をリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、スワローズの攻撃に入ります。打席には5番バッター雄平、まあ、ここはさっき打たれたシュートの使い方には注意したいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。初球空振りです。さあ2球目は何か、インサイド落ちました、キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスは6番村上、先ほどの打席はライトフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですね、まずはワンアウトを取っています。外の低めです、あっという間にツーストライクです。
さてバッターの村上、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ穴はありますけど。インサイド落ちました。ライン上に打球が飛んでいる。わずかに右に切りました。ファールボール。打ちました。これはどうか。ツーアウトになりました。バッターは7番中村。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球打ち、最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。この回スワローズ三者凡退です。7回終わって2対1、スワローズが1点をリードしています。打席には2番バッター糸原。前の打席で打たれたのはねカットボールだったんで、今度はどう使うのか気になるところですよね。うん、そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。2球目打ちました。ショート取った、アウト、ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。初球を狙ってくるバッターですからね、安易にストライクを取りに行くと危険ですよね。なるほど。これはデッドボールということになります。打順は4番大山、今日はホームランを放っています。デッドボールのランナーが出ています。外のボール打った、これは外野へ。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。レフト前ヒット、これでマルチヒット。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。さあそして打席にはナバーロが入っています。さあ得点圏には同点のランナー。このピンチをしのげると大きいですから、気合を入れ直して投球してほしいですね。なるほど、そうですよね。バッターボックスには代打の原口。里崎さん、この場面で変えてきましたね。そうですよね、重要な場面ですからね。まあただここを抑えることで自分たちに流れを呼び込みたいですね。なるほど、そうですね。さあここを抑えていけるかどうか。ここはゲッツを取りたい場面ですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。まずは変化球から入りました。セカンドワンバウンドヒットになった。同点のランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース追いつきました。2対2、スワローズさらに三塁一塁のピンチが続きます。ご覧いただきましょう、代打に同点打を打たれたシーンです。なんとか抑えたいという気持ちが裏目に出てしまいましたね。ここで追いつかれました。同点です。さあそしてバッターボックスには中谷が入ります。さあなおもピンチが続きます。こういった終盤での粘りが大切になってきますから、強気のピッチングで乗り切ってほしいですね。なるほど、そうですね。まずはボールから入りました。三振を取りたい場面ですよね、ここは。なるほど、さあどういう。外の球打った、ショートが抑えた。二塁送球、二塁アウト、ダブルプレイ、チェンジです。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。2対2、タイガース同点に追いつきました。スワローズの攻撃、バッターボックスは8番太田。先ほどの打席はライトフライに倒れています。スワローズ同点で迎える8回の攻撃です。打ちました。木浪、アウト、ワンアウト。ピッ
チャーに打順が回って先発のブキャナンがバッターボックスに入ります。まあ代打送ってもよかったと思いますね。好投していても点を取りに行かないと勝てませんからね。そうですね。わずかに左に切れました。ファールボール。高めに持ってきました。ノーボールツーストライクです。さあ3球目は何か。アウトコース打ちました。糸原が掴んでツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター坂口、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。打ちました。取った。一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。8回終わって2対2同点です。小宮山さん、こういった展開ですとキャッチャーも相当なプレッシャーがかかっていると思うんですがいかがですか。そうですね、もう本当に一球一球かなり集中しながらリードですから、そのキャッチャーミットの動きにもぜひ注目していただきたいと思います。打ちました。ショート取った。アウト。ワンアウトです。8番バッター木浪、今日はまだ当たりがありません。ブキャナン、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球はボールになりました。スピードボールを持っています。高め空振り。ここは150キロを超えてきます。低め、これは外れます。ここはバッターの狙っているボールを読めるかどうかですね。なるほど、そうですか。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。掴んでツーアウトです。はい、バッターボックスには代打の鳥谷。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは三振取れることが理想ですけど、とにかく塁には出したくないですね。なるほど。さあどう組み立てていくのか。初球は何で来るか。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。いや素晴らしい球ですよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ノーボールツーストライク。ボールになります。打ちました。これはどうだ、ヒットになった。ツーアウトランナー一塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。厳しいコースはついていったんですけどね。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、初球安易にストライクを取りに行くとやられますね。初球打ちがうまいバッターですからね。なるほど、そうですか。ライトへ、いいところに飛んでいる。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになった。三塁送球はどうか。ライト前ヒット。これでマルチヒット。さあこのピンチどう対処していくか。これでランナーは三塁まで進んでしまいました。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。さあそして打席には糸原が入っています。さあ勝ち越しのランナーを背負った場面です。ここで勝ち越されてしまうと苦しくなってきますから、ここは一球も気を抜かないでほしいですね。なるほど、そうですよね。いきなり牽制、一塁はセーフ。初球フルスイングですが空振りです。バッターの糸原、今シーズンの得点圏打率は3割1。インサイド打った。セカンド取った。一塁アウト。これでスリーアウト。勝ち越しのチャンスがあったタイガースですがそのチャンスを生かせませんでした。2対2同点です。
9回の裏スワローズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。背番号22藤川が2番手としてコールされています。この同点の場面で登板ということになりました。小宮山さん、サヨナラの可能性もありますが、ここは慎重に行きたいところだと思うんですが、どうですかね。中途半端に受けるも思い切って攻めた方がいいかなという気がしますけどね。確かにそうかもしれませんね。外の球打った、セカンドの右、抑えた。一塁アウト。打順は3番山田。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーなし。インサイド変化球決まっています。アウトコース、あっという間にツーストライクです。ここはバッター少々のボール球当てに来ますよ。なるほど。さあ何をする。外のボール打った、ワンバウンドヒットになった。レフト前ヒット、山田、これが自身本日の初ヒットになります。ここはうまく打ち返していきました。一塁にサヨナラのランナーを置いています。バッターボックスにはバレンティン、そして一塁ランナーは俊足の山田。どんどん走っていいと思いますね。ああやはりそうですか。タッチもセーフ。次が2球目。走りませんね。ええ、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。もう1球牽制球、一塁はセーフ。外の球打った、抜けていった、左中間へのヒット。これで4試合連続のマルチヒット。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。さあここでスワローズダイソーを送ります。上田がファーストランナーに入ります。さあそしてバッターボックスには雄平が入ります。さあ一打サヨナラのチャンス。ランナーの足ならヒット、いい当たり、抜けた。セカンドランナー帰ればサヨナラですが、二塁はセーフ。センター前ヒット、これでマルチヒット。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。鋭い当たりでしたね。繋げてきましたね。里崎さん、犠牲フライを防ぐようなリードというのはあるんでしょうか。まあとにかく低め徹底で投げてフライを打たせないような配球をするでしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。バッターボックスの村上、今シーズン得点圏での打率は2割6分となっています。ファウルです。落としてきた、しかしバットは止まっています。このチャンス、しかし打つことはできません。満塁は変わりません。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。さあそしてこのチャンスで打席には7番の中村が入っています。2球目は何で来るか。インサイド打った、ボールを拾って、一塁アウトでスリーアウト。サヨナラのチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。9回終わって2対2同点です。しびれる場面での登板となりました。スワローズの守護神梅野、きっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。さあマウンドに上がったのは梅野。今シーズンは22セーブを挙げています。里崎さん、ここ同点での登板、どのようにご覧になってますか。まあこのゲームは落とせないということでしょうね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。中への変化球外れました。ボール先行です。次が3球目。
インコース決めました。まあここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。はい、これはバットが泳ぎます。ツーボールツーストライクです。さあ仕留められるか。打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスは4番大山。先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神梅野がタイガース打線の前に立ちはだかります。里崎さん、この場面での登板となりました。まあチームとしてはここは確実に抑えたいということでしょうね。なるほど。さあまずはこのイニングをしっかり抑えたい。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。厳しいコースには行ったんですがうまく打ち返されました。ツーベースヒットが出ています。まあコースも悪くないんですけどうまく打たれたって感じでしょうね。バッターボックスには代打の高山。里崎さん、重要な場面となりましたね。まあそうですね、相手ベンチもカードを切ってきているわけですからここを抑えるかどうか重要ですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。初球はストライク。ストレートが決まっています。これが2球目。ジャストミート、ライトの頭上を越えた。勝ち越しのランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース勝ち越しました。3対2。スワローズなおもピンチが続きます。正直厳しい展開となってきました。代打に勝ち越しタイムリーが出ています。まあ良くない流れになってきてますよね。延長戦、ここでリードを奪われてしまいました。まあここは踏ん張りどころでしょうね。まあそしてこのバッターはチャンスに強いですから配球には十分注意が必要だと思いますね。そうですね。さあ気をつけていきたい。梅野がバッターボックスです。まず何を投げてくるか。打ちのボール打っていった。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。3対2。タイガースが1点リードとなりました。10回の裏スワローズの攻撃です。そしてタイガースがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあこのピッチャーを打ち崩せるか。さあマウンドを任されたのはドリス。今シーズンは24試合に登板して14セーブを挙げています。大歓声を背にマウンドに上がってきました。1点リードでの最終回、抑えの投手としてはもうこれ以上ないという痺れる場面ですね。もう最後の砦ですからね。そうですね。さあ期待通りのピッチングで締めてもらいたい。これが4球目。アウトコースファウル。ボールカウントは1ボール2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには代打の西浦。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。初球は何から入ってくるか。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。
インコース詰まりました。ここはフライになっています。取ってツーアウトです。打順はトップに帰って坂口。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。あと1点が届くかどうか。この打席で全てが決まります。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。打ちました糸原。これで3アウト。試合終了になりました。ヤクルトスワローズ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、今日も連敗脱出なりませんでした。まあね、ちょっとやることなすことちぐはぐかなという感じしますね。明日以降の修正に期待したいですね。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のヤクルトスワローズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。気をつけてお